とにかくド派手にペンション上げてやっていこうぜ、ペンションって言っちゃったよ。早速カミカミですが、はい、よろしくお願いします。こんにちは、ブルーホースでございます。今回もね、バイオハザード4やってまいりましょう。ということで、前回は、クラウザーちゃんをぶちのめすことができました。なんか寄生虫に体を蝕まれていって、レオンどうか俺を殺してくれって言いながらこっちを殺してこようとしてるやつがいてですね。でしかも自分が結果レオンを殺しちゃった場合に、ちゃんと自分でも死ねるようにっていう建物に爆弾を仕掛けて、ズドーンってなる前にナイフで切り刻まれてお亡くなりになったラリッタ・クラウザーのパートでございました。何が言いたいのか分かんないよね。前回パート見たら一番分かるよ。ということで、今回は、なんかちょっとラッシュっぽいステージになっていきますんで、ぜひね、お楽しみくださいませ。はい。で、まずはね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、から、動画を見ていただくのでも悪くないのかなと思います。でね、ぜひね、最後までご覧いただけたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということでね、カリスマがとうとう帽子を脱いで、俺ちょっとね、M 字ハゲになりかけてるんだけど、どうやったら髪の毛生えてくるかなっていう相談をしてるんですよね。いや、戦略があるんでな。俺は、ちょっと育毛と植毛をしてるんだ、つって。育毛、植毛とかっていうのがね、よくわかんないんだよね。自分がまだそこまでなってないからね。ただ、自分の先祖とかを見てると、ハゲてる感じはしないけど、薄くなってるから、親父とか超薄くなってるからね。でも、ハゲではないんだよね。薄くなってきてるけどね。で、薄くなってきたら、いっそのこと、坊主、もしくはスキンヘッド。スキンヘッドはちょっといかついか。坊主くらいにしてしまいたいなとかって思うけどね。嫁さんはやめてとか言ってるけどさ、みっともないさ、てっぺんハゲとかさ、M 字ハゲとかをさらすくらいだったら、もうさっさとね、髪の毛を買ってしまった方がいいんじゃないかなって思うけどね。よー、来たか、ヘリコプター。運転席に誰も乗ってねえのにどうやって運転してんだおめえさん。よ、ブーン。てかこの距離でヘリコプター来てたらさ、敵もわかんだろうに、走って10歩くらいの位置だぜ。アイエスターって言うけどさ、目キラ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 光ってるけどね。はい、ということで、これは何だ、貯水タンクなのかな。アイエスドゥー。こんなさ、そして全然気づいてないやつもいたし、どうなってんのよ。ウェーイ、なんか内股になって倒れてるやつがいる。バッ、でであれなのかな、ここを通ってくる、レオンが通ってくるから、お前たち足止めをしておきなさいみたいな、そういう至上命令があって、こんなに大量に敵がいたのかな。ここに敵固まりすぎだろうに。ここにいるバランスとさ、これから向かっていく敵のところ、進んでいく場所とのバランスのが、なんか比率的に悪すぎるような予感もするけどね。それはいいや。俺はマイクよろしくな。はーい。よし。じゃ、とりあえず、まず最初にガトリング野郎が撃ってくるんで、でこいつの頭ぶち抜くんだけど、まずは銃が終わって、構えて、で、狙いすまして、壁が高い。にゃろ、叫んじゃねえぞ、にゃろ。まずは妨害やろう。妨害死んでねえし。痛い。ちょっと、これ多分次当たったら、次撃たれたら死んじゃう。もう一回構えて、頭ひょっこり。ちょっと待って、むずくない？全然当たらないんだけど。当たってんでしょ？壁？ぬ？もう一回、ちょっと待って、こいつ、痛えなんやろ。ボーガンまで撃ってくるんじゃねえよ。いやはや、そんなバカチーン！マジかよ。マジかよ。待って、壁、熱くね？あそこ、いやー、ちょっと待って、これ、一旦サーモスコープで分かりにくくなってる可能性もあるから、違う、連続で押すぎた。そこ、こんなむず、あれ、このプロフェッショナルってそういうむずさも出てくんの。ちょっとあんまりそういうのもっと違うよ。武器を構え直して、はい、そうです、そういう難しさを求めてみて。頭ちょこんだな、こいつ。で、下手くそだな。ちょ、当たってんでしょ、当たってんで痛いんでしょ、こっちが痛いんでしょ。本当に当たんない。だって顔当たってんのに、ほらおかしくね。痛い、こっち当たんのかよ、マジかよ。とりあえず何、マグナム、違う、
はよ倒してよマイクちゃんよ。マイク。撃ってるね、撃ってるね。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。これでひるませられたりしない？無理ぽー。くそー、無理か。逃げる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 、当たんない当たんない、痛い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 、危ない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 。よし、下がって構えて、あーやっとだよ。むず、あんなギリギリを当てなきゃいけないの？こういう難易度の高さがあったのかよ。それは知らなんだでしたね。まさかだったな。よし、でやつが登って、ん？当たってる？これよくわかんねえな。ほい、あ、起き上がってきた。ほい、で上から進んでいきましょう。あ、ちょ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 、また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 、左上。なあ、すごい、がパソコンが重い。一瞬画面固まった。危ない。チュドンドン、オッケー。ね、お前それここやってくれるんだったらさっきのガトリングやろう。ちょっと自分でたライフルの弾もうなくなってるし、ハイエ残り23発しかねえや。そんなに使っちゃったか。まあまあ、この先あんまり使うポジションがないからいいんだけどさ。どうしよっかね。めっちゃ来てたわ。ほい、使い切ってしまいましょう。ショットガンも積極的に使っていかないかんね。いきゃん。いかんよね。なんか、上から撃ってきてる人いる？あー、いたね。気づかんかった。ほい。ほい。足。足。当たんない。おっぱい。構えてー。発射、もう一丁発射。足落ちろ。大丈夫、オッケー。じゃあショットガン構えて手榴弾拾って、あ、こっち行くだけで下からも出てくるのか。それはちょっと予想外です。どうしよっかな。とりあえず倒しとこうか。この後ろから来る可能性があるかな。これ気をつけなきゃいけないですね。ドゥン、甘い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 。ちょっとショットガンの使い方下手すぎるな。いって、何、びっくりした。いたのかよお前。いるときはさ、後ろから攻撃するけどよろしいでございますかって一言さ、こう断りを入れるっていうのが人間の差がでしょうよ。おら、お前飛ばしてくんじゃねえよ。おら、遠いな遠いな。そういう君にはご褒美だ。じわじわ、いたぶってあげるよ。マグナムすごいもらえる。いっぱい来てる、いっぱい来てる、いっぱい来てる。トゥン、トゥン。キック。キックできない、キック。ケイ。くるっと折り返って、危ない、左からも来てる。お前、だから忍び寄ってくんじゃねえよ。よし、もう一発。でも、これまた来てる。よし、ライフ、オーライフォー。オールライフォー。よし、頭。オッケー、よし、オッケー。はい、倒れて。そう、そういう倒れ方望んでないんだな。そういう倒れ方望んでないんだな。はい、ここに来ても、しっくり、くりくり、くりくり、ディン、オッケー。うーらっしゃい。オッケー、終わり。んで、チャコン。これ、どうなんかな。これ、まあ、これ、蹴りでやるってなったら、多分100発くらい蹴らなきゃいけないから、3発ね。OK。じゃあ、キコン。オープンセサミ。また、荒っぽいのがいるよ。トトトトトトトって。で、これ、下から行くと、立て構えのがいるからね。よし。ふい、OK。あー、上から落ちてきたよ。はい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 。はい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 。はいはいはい。ちょっと強くない？ OK。登ります。降りてったやついる。ほい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 。ちょっと、早く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 。で、まだ死なないのか。これ、急がないと、あ、ほら、登ってきた。あ、ぶね。そうなんですよ。盾持ちが来てるんだよな。後ろ振り返って。
ほい。さよなら。もう一度さよなら。ほい、ほい、ほい、ほい。嘘やん、ちょっと待って、なんで、お前カッチカチやないか。これなんかすっげえ嫌な予感がするんだけど。嫌な予感が的中しました。くぅ、初めっからか。ちょっとこれは今宵は長くなるかもしれないな。ごめんね、嫁さん、娘ちゃん。ちょっとパパ、隣の部屋で超やかましいと思うんだけど。うん、すげえ怒ってくからさ、今はなんかあの変なこと早く出てこいよ、おらおらおら。そうそうそう、ずっと、ずっといて、一発で待ってたら本当にもう、ロケラン買っとくべきだったかな。ここでロケランを使っとけばよかったかな。当たんねえんだよ、ほんでよ。そう、だんだん機嫌が悪くなっていくの、キッズ。本当に当たんないよね。いってやな、お前旦那うぅ当ててやるうらったく。死ねんだったら、しっくり出てくんじゃねえよ、ねる。あ、失礼しました。本動画は、清き正しい心で実況中継をお届けしてまいります。皆様、汚れた心に侵されてしまうのよう、最後までご注意してご覧くださいませ。これをゲームやりながら一緒に喋るっていうのは超大変なんだよね。だからゲーム実況の人たちって本当にすごいよなって思うよね。ああいうのってだって、言ってしまえば、ほぼほぼアドリブで全部喋っていってるわけでしょ？すごいよね、ほんとにもう。痛えなぁ！なんだ、痛えなぁ！なんでお前らそんなに正確に打て、ほんで危ねえなぁ！危ねえなぁ！ちょっと待って、振り返って。危ねえなぁ！やべ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 。どうしよう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 。とりあえず、回復だけしといて、直進しまーす！おぉ、ありがとう。爆発物陳列剤に寄されるよりも、ボウガンで当てられる方がマシだな。うれ！なめんな。あ、待って、まだ降りてくんの？まだ来んのかよ。あ、ちょ、待って、危ないの持ってんな、危ないの持ってんな、ほんで危ないの振ってんな、痛えな。もういいや、逃げる。おめえら、みんなで仲良く戦っときなってんで、バロー。よし。爆発物陳列剤で回復と。オッケー、これをしておいて。いい、なんでもうみんな攻撃が正確でガンスね。本当にもうやらしいわ。仕方ないからオープンセサミ。待って、後ろからめっちゃ撃ってきてんだ。後ろからめっちゃ撃ってきてんの。どっち構えてんの、バカチン。来ないならもう俺行く。バイバイ。もうね、だいぶね、もうあの精神削られてるから。そうだ、こいついたんだ、忘れてた。マシンガントークやろう。おれ、マシンガントークは撃つもんじゃねえっすよ。当てるもんじゃなくてよ。おめえも仕方ねえな。特別サービスだぜ。ダイナミックエントリー。いや、白髪のいかついおっさんがって、髪の毛がない。お前こんなところにシーンやってんじゃねえ。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎。危ねえ、危ねえ、危ねえ。白髪のいかついおっさんが鏡に映ったと思ったら、うーわお、外れ、下手くそ、うーわお、オッケー。めっちゃ向こう側でなんか、こっちに歩み寄ろうとしてきてるやつがいる。じゃあ、とりあえず、ライフルに切り替えて、構え発射ってか、撃てや。マイクいるじゃん、そこに。ん？ん？ちょっと待って。ああ、もううねってるわー。イナバウアーしてるわ。頭の上だけイナバウアー。特に敵は、くたばってんな。よし、降ります。そして、降ろします。もう一回、降ります。組み合わせといて、グリーンハーブ半端ねえな。あ、全然、全部回復してねえ。まあいいや。倒します。で、構えて、降ります。撃ち殺します。ああ、もううねってるし、終わったし。ほい、オッケー。めっちゃね、おしっこ行きたい。行ってこいよっていう話だよね。すいません、すいません。ちょ待って、あのね、ほんと、区切りのいいところまで行ったら、
もう僕の予想ではマイクがあのハエのように叩き落とされるところまでをやってからちょっと次に進みたいと思ってるんで、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うん。はあ、ここか、ここもまたちょっとね、ひとしはあるよね。ああ、めっちゃ打ってきてるわ。違うんだよな。今、かがむって出てからかがもうかと思ったけど。さあ、ここの戦いもどうなるかだよね。ここで一発、なんか、二発くらいロケランとか変えたら面白いんだけどね。二発変えたっけ、ロケラン。もうすでに立て持ち来てたし。さあ、おいで、近いおいで、近づいておいで、お兄さんが遊んであげる。ポンで、なんだよ、逃げちゃダメだよ。お兄さんと遊ぼうぜ。さあ、近くに寄っておいで、見ておいで。安いよ、高いよ、どっちだよ。ドゥーン。ドゥーン。溶けてなくなったね。あー、ちょっと待って、危ないのがいる。危ないのがいるから、ドゥーン。あれ？オッケー。あれ？下のやつは？上からは来ない。あれ？あれ？下のやつなんか飛んでった？いる？いない？いない？いる？いると思いきやいない？いないと思いきやいる？あれ、どこ構えてるのかわかんねえ。ほい。あ、いるね。さあ、登っておいで。あれ？頭カッチカッチやろうかよ。よし、お金を落としてくれた。ほんで、無理だね。よし。オッケー、1体目。で、向こう側から撃ってきているから、ここら辺から構えといて、ほい、ちょっと待って、またこいつもあれか？あ、違うな。手前の壁に当たってんだ。もうちょっとずれて、もうちょっとずれて。あれ、またか、ものすごい左にずれてってないか、これ。あれ、待って、また当たってねえし、全然。おー、危ねえ、後ろいたー。逃げろ、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 降りてんじゃん。あれ？行って！あぶれ！ちょ、ここで死ぬのは勘弁。ここで死ぬのは勘弁。もうやり直しは、もうやり直しは、タイムリミットと、あの、精神的に。うにやろ。あ、ちょっと待って、死んでるしーし。てうにやろ。今のドゥーンで、今のドゥーンでお亡くなりになってくれるドゥーン。あれ、待って、死んでないもしかして。まさか死んでない。死んでねえのかよ。さっきの爆風なんだったんだよ。くそー、火の嵐、マグマ嵐、爆風、マグマ嵐か。なんで血。ああ。で、なんかさっきからさ、登ったり降りてる。なんでこっちなんか壁でもあんのか。こっちに来ちゃいけない病なのか、それとも。ほい、オッケー。おい。で、どうせ登ってくるやつがいるでしょ。登ってくる時だけは早いな。ほい、オッケー。お金はお金。いやー、ほんと寒いっすよね、毎日ね。おお、おめえさん自ら突っ込んでくるなんて、おもしれえじゃねえか。よし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 。ドゥン。あれ、あいつは、あれ、ちょっと待って。この距離に行っても動かない。もしかしてこいつは敵じゃないんじゃないか。武器商人の次。の慣れの果て。でもさっきからもうすごい爆発物陳列剤をねやってきてるやつが超いるんだよね。おい、あ、投げてこ、投げてこ、あ、投げて投げて、あ、なんだよ、自爆。登ります。よし、じゃあ入れて、おちょ、待って、待って、ゼロ距離ショットガン、あぶねー。今全然当たってなかったと思うんだけど、やっぱり散弾銃って最強だっていうことだよね。で、拾う。あ、まあ、なんかちょっとレオンが左をチラッと見たぞ。いるのか。降ろします。振り返るとやつがいる。降りてきてたー。やばいやばいやばい、ショット、うー、ショットガンの弾でぶちかますことができた。最強強。はい、意外と大したことのない。いる、倒れて。危ないよねってばよ。ほんでまた生きてるし、なんで？すごいな、君。最強やん。あ、まだ生きてんの。強っ。
邪魔だって、おめえさ仕事何にもしねえくせに肝心の時だけ急に邪魔だとかって言ってくんじゃねえよ。ああ、こいつといたら命がいくつあっても足りないかもしんないね。拾います。まあいいやね、拾って。でも特に敵もいなさげだから、よっしゃ、じゃあ次向かっていきましょうか。いやー、マイクとも長いようで短い旅を終えたところになりますね。いやー、本当に楽しかったっすよ。付き合ってくれてありがとうね、マイク。遠かったな。もうちょっと近くでもよかったかもしれない。まあいいや。よし、拾えなーい、拾えなーい。ちょっと待って。そっか、久々にこの動画じっくり見てみたけど、うん、なんか何人か邪教と混ざってたよな。でれれ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 れ、危ね危ね、邪教と混ざってたな完全にな。誰一人としてさ、こうヘリに対抗できるような武器を持ち合わせていなかったっていう、そこが弱点なんじゃないかって思うけどね。落ちます。えへへ、いい店があるんだっていうな、いいバーがあるっていうのが、どんなバーだったのかすごい気になるな。もしかしてあのコナーとかいう人が入り乱れてない、コナーじゃないな、あ、誰だったっけ。まあとりあえずそのバーに行くことは永遠にかなわないまま終わるんだけどね。いやー、お疲れ様でございました本当に。もうちょっと進んでって、エイダ姉さんに、あの、金敵を食らって、ご褒美です、ありがとうございますっていうシーンを言った、その先にある小屋。小屋じゃない、あれ、なんて言ったらいいんだろうな。司令塔というか、なんか、独房というか、なんか、まあ、いろいろあるけど、まあ、その中に入ったところで、一旦終わりにしようかなと思いましょうかね。なんか、レオンがここまで感情的になるのっていうのも結構珍しいですよね。サドラ、お前だけは許さんっていうね。うん。サドラーバスターッド、何をそんなに怒っている。まあ怒ってるというよりは、あの行きつけのバーに行くことができなかったのがすごい残念なんすよっていうことを言ってんじゃないかな、レオンに関してはね、うん、まあそんなことはいいっすけどね。はい、寄生体を取り除く理由の一つっていうね。まあ、寄生体を取り除くのか、それとも、サドラーをぶちのめすのかっていうことで。まあ、ちょっと拾い忘れたエメラルドを取りつつ、よし。パーツ。こっちの方は特にないかな。うん。いやー、結局長くなったね。なんか久々に20分を超える動画を撮ってる気がする。体感だけどね、あの、収録時間ちょっと詳しく見てるわけじゃないんで、なんかね、あの、僕が普段使ってる録画ソフトなんですけど、なんかこう、日によって左上に録画されているタイマーが、こう、表示されたり表示されなかったりで、なんか表示されているときは、その1分あたりというか、その、同じ10分でも、なんか動画の重さが全然違って、すごい重くなるんですけど、表示されてないときに関しては、大して重くならないっていう。仮にだけど10分取ったら10ギガになるときと5ギガしかないときとっていうね。まあ5ギガでも十分重いんだけどさ。ね、まあなんかそういう、なんでその表示の違いがあるのかっていうのが未だに分かってないっていうね。まあこういうのをさ、あの普通は実況者としてさ、まあ動画編集もしたりとかする立場だけど、そういうの把握しときよっていう話なんだけどね。はい、ご指摘はもっともでございます。ということで今から、エイダ姉さんのね、あの、チャイナドレスご褒美プレイ、金敵アタックのシーンでございますから、皆さん、どうぞ、ご賞味あれ。どうなんだろうな、男ってさ、こう、超絶美人の人に、M だったら、金玉蹴られてとか、チンチン蹴られてとかって嬉しいのかね。シンプルに子孫繁栄がね、終わるから、ああ、今から皆さんちょっと、あの、キャッキャウフフのシーンになるんで、ちょっとニコニコしてんだよ。さあ、ああ、金敵。この時に、あの、やっぱり、さすがにあの、金敵をされても、抑えないところがエージェントの強さっていう感じがするよね。さてさて。じゃあもう間もなくね、やっと終われるところまでやってきたかなというところですね。まあ次回、アシュリーを救って終わりにしたいというふうに思いますんでね。
ガチャコン。扉が閉まります。オープンセサミ。そしてもう彼女はいなくなった。はい、ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。このなんかちょっとよくわからない部屋のところでね、一旦セーブして終わりにしたいというふうに思います。ということでぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して、また明日以降の動画もお楽しみください。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。